イマヌエル・カント、純粋理性批判の表題詞要素本の構造図の8が表題詞を示す。表題詞は本や論文の冒頭にある表題などを記したページのことである。表題詞という語は英語のタイトルページの訳語であり、あるいはそのままタイトルページとも言う。タイトルページも表題詞も表題の記されたページのみを指す場合と、その裏のページを含む 使用を指す場合とがある。明示的に後者を表す英語としてタイトルリーフがある。表題詞は要所を構成する要素の一つである。本節では特に断らない限り要所の表題詞について述べる。現代では扉と同一視されるが本来は別のものである。扉は和相本において見返しの次にあるページで表題が書かれる点では表題詞と同じだが古書では 扉がないのが普通であった。写本やインキュナブラでは内容的にも物理的にも表題紙に相当するものがなかった。15世紀に本文を保護するための白紙が先頭に置かれるようになり、それが次第に表題紙へと変化した。それが1475年から1480年頃のことで15世紀末には一般的なものになった。本編を保護する目的で、 表題紙が生まれたように、16世紀後半以降、表題紙の前にさらに折り記号のみの白紙が追加されるようになり、それが17世紀後半に簡潔な略表題を記した略表題紙となった。ホラティウスの昇華とシロンの SG ランゲによるドイツ語訳の表題紙。同じ内容がラテン語とドイツ語で書かれている表題紙は1ページとは限らない。 見開きの2ページを使って、表題、出版事項を印刷しているものもある。複数の言語で書かれた本では、それぞれの言語で、表題詞を用意しているものもあり、草書などでは、草書の表題詞と、その巻の表題詞を持つものがある。それらや、略表題詞のことを副表題詞とも言う。復刻版では、原書と復刻版それぞれの表題詞がある。表題詞は、しばしば規範が、 銅版画などの装飾が施される。16世紀後半からは、表題部分を赤字で印刷することが流行し、17世紀に入ると、建築様式を真似た装飾が盛んになったが、これは1630から1640年頃には、落ち着いた。表題紙には、本文と同じ紙を使用するのが普通だが、日本では厚手の上質紙が使用される。これを、 本文と表題紙との物理的な結びつきも弱くなる、中身の質を誤魔化す、苔脅し、悪習慣として批判する意見もある。論文や随筆の表題紙とは、作品の最初のページを指す、作品の題名や著者名を列挙するページである。学生の論文やレポートの場合、所属に関する情報、個人を特定する情報、日付、指導教官の名前、所属機関を、 表題紙に記載することが多い。また、扉はページ数に含まれない。論文の場合、必ずしもすべてのものに表題紙をつける必要はない。表題紙を省略する場合は、上記同様の情報を論文の最初のページの一番上に記載することが求められる。確実論文の場合、論文の表題紙は通常1ページ目であるが、ページ数にはカウントされず二ページ目にある。 論文用紙が第一ページとして数えられる。ありがとうございます。